桜木神社は、千葉県の田市にある神社。旧社家は孫社。桜の名所としても知られる。大鳥居脇のしだれ桜や、正門の手前にある宮尾桜は3月中に満開を迎え、753桜という春と秋に、咲く桜も境外にあり、絵馬や、おみくじ、御朱印、御朱印帳などもデザインに桜が取り入れられている。 1992年神社再建を造営に伴い、御天地の発掘調査が行われ、日本列島の旧石器時代の有絶戦闘機や、縄文時代の土器、石器類、古墳時代の住居跡などの遺跡のほか、古代祭祀に関係する遺物として、翡翠製マガ玉、管玉、大慶様石製品、剣先様装飾品、半円状石製品、玉杖なども多数出土している。 神社東側約100メートルの位置には古墳時代前期の住居跡があり、この地域一帯は野田市の黎明期を知る上で重要な地域とされている。社記によれば平安町の851年に大化の改新で活躍した藤原鎌鳥の子孫で藤原冬継の三男である藤原継良によって創建されたという。継ぐがこの地に今日移した際、 桜の美しい大木のもとに、床の御玉の命、竹見一命の神を祀ったのが始まりであると伝えられ、現存する偶家社家文書によれば、この地は古くには桜木村と呼ばれ、後に桜台村となり、桜が咲き誇る美しい里であったと考えられている。また、桜のさは、え、さおと乙女、つきなどの里。 同じく稲に関係し伝の神様であるイネイ、稲霊、倉はその稲霊が沈まる場所を表しており、山から他の神が、より城となる桜の木に振り放作、幸福をもたらすとされている。丘の御玉の命、東国の原の中に、創建整理、桜の木の元へざす、神武神神の五十五代、門徳天皇行、忍寿元年初馬の日なり大明神放出。 この時桜木の中に座す、名神家手桜木村とゴース、あとまた、人能六十六代一条天皇行、永祖元年十二月初馬の日桜の木のもとへ、宮所コンデュース、時に桜大とゴース、この時の原開発の都市なり偶字化文書より、992年所在地交通アクセス、千葉県観光物産協会、桜の、おすすめ、スポット東勝飾。 丸ごと、いい、千葉千葉健康式観光物産サイト。2019年10月17日閲覧。日本人が好きな花ランキング第1位のパワーが宿る、神社日本の結婚式。n i h o n k i、e、k k o n c o m 2019年10月16日閲覧。境内1円は、古墳時代前期の古代祭祀に関係する遺跡、桜木神社。 桜木、インフォ、2019年10月17日閲覧。中根八万枚遺跡。野田市ホームページ。2019年10月17日閲覧。桜木神社の由緒。桜木神社桜木神社千葉県野田市最古の社。桜木、インフォ、2019年10月16日閲覧。花見の起源なぜ日本人は桜をめでるようになったのかいに人の音楽会。 inishie.atelier-aditi.jp2019 年10月16日閲覧。ありがとうございます。